長鈴本は、中華民国の軍人。北京政府、直令派に属した。字は、民。最終階級は、陸軍上昇。山海幹部美学堂卒業後、佐武竹軍の教習に就任する。1911年、河南新軍、第29根正教、第58標標等に就任した。同年10月の武将危機当時、不評一個英を率いて、 湖北省に向かう。後日、さらに、不評一個へ、騎兵二個隊、宝兵一個隊を、河北省総研竜野病に派遣、鎮圧に向かう。王竜省は、革命派と内通していたためか南巡部の宝に拘束され、公認として、第29根性教教頭に昇進する。1912年、根性教は、根性旅に改組され、長鈴本はそのまま。 同旅長を務める。10月11日、少々。また12月30日、陸軍中将昇進とともに、河南陸軍第一市市長に昇進した。1914年9月14日、第九市に改編され、引き続き市長を務める。1915年7月29日、北京への移動を命じられ、1916年、景気不評、第二旅旅長に転任した。 翌1917年8月30日、第二旅は第四混成旅に改編され、引き続き旅長。1918年、固形翼率いる先生靖国軍を討伐した。1921年9月13日、先生省で同官陳樹氏を兼任する。1922年5月29日、チャハル・タダ氏等に就任した。同年9月4日、鈴井。 進む軍。1923年11月14日、陸軍上昇進樹。1924年9月26日、殺死区母を務む総司令。12月、国民軍がチャハルに進軍してくると、圧力を受けて、病気を理由として辞任した。以後、長鈴本の行方は不明である。ありがとうございます。